アロラモコウと申します。今回このバンバドロっていうポケモンを使っていきます。まあすでに過去作でね登場済みのポケモンではあるんですけれども、こいつの特性持久力っていうのがその物理一色多の今の環境にめちゃくちゃ刺さっているのかなと思ってます。ドラバルトなんかがあのドラゴンアロー打ってくるやん。あれはドラゴンアローで2回発動するんですね。だからドラゴンアローに対して2回のその防御力上昇をさせたりとか、あとミミッキーを単純にあのもう受け止めるとか、とバンギラスとかですかね、メインウェポンをしっかりシャットアウトしてこっちは抜群で、倒していくっていう、はい。まあギャラとか、まあちょっと特殊系とか ミトムとかね、その辺はちょっと苦手なんですけども、あの今回使っていきます。はい。でもしっかり受けた後に最後ネムカゴでガッツリバッコリあの回復するっていう、そんな感じですね。まあ、とりあえずやっていきましょう。さあマッチングしました。ヨムさんよろしくお願いいたします。ギャラナットレ、ドラパルトミミッキュンでヒトム、さらにはサニーゴね。てかサニーゴン使ってやれや、お前らマジで泣いてるぞあいつ、新ポケなのに。はい、ということでね、ちょっとバンバドロをぶっ刺したいよな。ただね、ヒトムがこれ絶対に来ると思ってて、なんならもう先方で来る可能性すらあるのかなっていう気がしてる。あの物理を、要は特殊を取り除きたいわけですよ。物理を受けたいんでこっちは。なのでてかサニゴーもいるから、これポットデスの選出はほぼ確定っぽいんだよな。ポットデスはほぼ確定。うん、ポットデのポットデスはほぼ確定で、コーリッポどうだろうな。コーリッポワンチャンある気がする。ただギャラ、いや普通にギャラとか飛ば、いやでもギャラがダイジェットでコーリッポより上を取っちゃう、そうなってくるとあんま美味しくないんだよな。トイメンであんまりいけなそう。ポットデス、ゴリランダ、バンバドロ。で、行こっか。初手はポットデスで行こう。初手ポットデスでゴリランダ、バンバドロ。バンバドロでも全てを完封していく。なんならもうギャラドスすら完封するから、俺も。さあ、お願いします。うわぁ、やっぱロトム来るよね。オッケー。このロトムはしっかりと俺は読みがっている。うん。さあ、そしてポットデス。まあ、もう何も考えずにこれ、カライブ積んじゃって。まあ、一番困るのが、あれだね。ミミッキュ、あの、なんだっけ、ボルチェンでミミッキュバックで、みたいな。え、ボルチェンしてきそうか。いや、でもいいや、もう、わかんない、そんなの。大負ければ多分影打ち耐えるし。まあ、ミミッキュ相手、影打ち耐えるために大魔すんのもバカらしいけどね。まあ、ここ多分シャドーボールが安定なんだろうな。ミミッキュバックがなんかかなり、あいつとしては硬いというか、あっと、しかも先手取っちゃってんだ、これ。点で取っちゃってるとあんまり美味しくないな。なんかボルチェン、あーこれ思うんだけどさ、いや効きすぎじゃねえ、メガネかな、わかんない、俺が下がってるからか。俺思うんですけど、なんでロトムってシャドーボールじゃないの。シャドーボールの方がだってミミッキュに通るし、悪の波動採用してる方見かけるけど、なんでシャドーボールじゃないのかなっていうのは実は俺ずっと気になってまして、じゃあ俺が本当のシャドーボール見せてやるよ、真のシャドーボール使い。さあ行ったれ、ワンパンしろよこれ、頼むぞ。 OK、 さすがにな、よし OK。 この単純にめちゃめちゃ簡単な話じゃんこれ、積んで1体持ってってみたいな。あ、で、ドラパルドも通常だとこれ抜いてるはずなん。ただ、最近ってドラパルドね、なんか不意打ちを採用してるのが多いらしい。だからここバトンタッチでって。不意打ち打ってこい、不意打ち打ってこい。ダイマか。ダイマ、え？ダイマだったらここ確実に俺先行取っちゃうな。うん、ごめんか。くそくな、そこダイマなんかい。なんで？いや、でも、ちゃんとドラパルドは抜けるように調整してるから、まあ、むしろここ抜いちゃうね。抜いちゃう。別に抜いちゃってもいいか。抜いてさ、で、ゴリランダーに変えようぜ。ゴリランダーに変えて、俺、こういうポッドレスの使い方ができるようになったんだよな。ゴリランダーに変えて、で、なんか、変な、うわ、罰持ってくる。しかも大丈夫だったら、そもそも受けられてなかった。すいません、今のは完全に僕ミスです。ミスというか、ちょっと舐めてたな。
相手もこれを通すしか勝ち筋がないっていう、そんなあれだったのかな。いや、なんか不意打ちがあるみたいな俺聞いてたからね、来ると思ったんですよ。したら来なかった。まあでも大事と最悪だってことは、まあ物理型なのはほぼ間違いなくて、これはバンバドロがめちゃめちゃ輝くシーンかもしれない。とりあえず何も考えず陣を取っか。大フォロー OK。 これは受かるぞ、受かる受かる、受けろよしっかり。で、なんというパワー。でもこれで持久力が発動するわけよ。え、何それ。あ、防御下げなんだ。防御下がっちゃった。防御下がっちゃってどうしよう。ここあれだな、じゃあ、俺もダイマックスして、俺もダイマックスして、まあ、もう一発でも大ホールをじゃあちゃんか。あんま美味しくないな。ダイマックスで、大ボールかな、一回。ダイマックス大ボールかな。うん、そうしよう。馬でか。馬でか、マジで。このでも相手のターンからす大ウォールが、なんかもう意識的、無意識的にできるようになってきたのはね、俺ほんと自分で成長したなと思うわ。いや、ほんとにこのドラパルトが物理だと超ありがたいんだけど、これダイアースとかで A 上げちゃう。いや、ダイスチルだな。ダイスチルで B 上げて、いや、ダイアースの方がいいや。てか、ダイアースじゃないと、俺、眠る打てなくなっちゃってるから、今。うん、ダイ。いや、ダイスチル。ダイスチルの方がいいかな。ダイスチルだと、でも落ちない可能性があるんだよね。いや、落ちるか。いや、ダイアースだな。ダイスチルじゃ落ちない可能性ある。ダイアースでいこう。何？あ、ギャラドスか、もしかして。いや、じゃあダイアースよかったね。 A が上がるし。あれ、ダイ、あ、違うわ。ダイアースは A が上がるんじゃないわ。これあれだ、なんか D が上がるんだ。 D が上がるんだ。あー、このポケモンだけが俺どうしようもなかったんだよな。力を根こそぎ吸い取られて回復されるっていう。だからここ別にもうもはや殴る意味があまりないっていう状況になっちゃうな。交換しよっか。ね、別に無駄にターンを消費する必要はないというか。交換しよう。ポトレスでいきます。まあ、でもこの交換に読まれてナイトヘッドなんか打たれたらもうちょっとわかんないけど。頼む。まあさすがにここは素直に力吸い取ってくると思う。まあでも本当に本当こういう、なんかどうし、なんか、しょうもないんで耐久にこのポトレスが、役割持って、うわー、よかった、結果的には。そっか、裏のポットですと殺したかったんだ、この3人後は。シャドボでさー、これ。落ちてくれ、てか。落ちてくれ、なんかゲームじゃなくなる。落ちてくれ、なんかゲームじゃなくなる。ここで落とすなら、で、ボルドラバルドで3人、ポットです持っていかれて、次、バンバドロが、ね、初手眠るから入って、で、完全にも受けが成立した状態で、勝ちにつながる。ここだから落とすか落とさないかめちゃくちゃ大事な場面だと思うわ。めっちゃ大事これ。だから俺としては、ここもうシャドボで。いや、それか相手、ドラパルドギリを考えてるか。ドラパルドギリ考えてるか、もしかして。いや、それは意味ない、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 意味ない。シャドボ、頼む、押して、これ押して、押して。これ耐えたらもう破綻してる、ゲームとして。うわっ、くっそちょっと今から僕早急にサニーゴの素早さ調べます。おいおい、なんてこった、なんてこった。ガラルサニーゴ素早さが30だ。バンバロとバンバドロと同じだ。バンバドロと同じだ、これ。バンバドロと同じだ。頼む、俺 S に全然振ってねえ。抜いた、よっしゃ、オッケー、よかった。これ抜けたらさ、これ抜けたら、今の力吸い取る食らってたら終わってたからな。このドラパルドをまず眠るで、これ77でどう？さすがにでも耐えないか。
舐めてるかな、それは。ドラゴン、アローだよね。お願い耐えてくんねえか。なんか、いける。持久力で上がる、そう。A が、B が上がる、B が上がる、そう。このお馬さんがまさかこんなに耐久力のあるポケモンだとは。これはえぐい。これも相手無理でしょう。特殊とないもんね。うん、これてかマジよくガラルサニーを抜いた。俺下手したら今の同速の 50% だったと思うわ。うん、ゴーストダイブ打ってきてるけど、まあもう持久力2回起動しちゃってるから無理だと思うんだよな、ドラパルドスさんじゃ。あららら、どんどんもう殴られるたんびにもう硬くなっちゃってすげえ今の、よく耐えた。いや、よく耐えた、本当に。ありがとうございました。ちょっと今回対戦のね、音取れてなかったの申し訳ないわ。後でなんか付け足しとくわ。はい。で、これこのバンバドルなんですけども、たまに僕のぷよぷよ動画とかに出演してくれるお絵かきさんに、ちょっと考案してもらったというか、彼が使っていたのをなんか型をもらったって感じなんですね、彼に。で、そっからまぁいろいろアレンジして、まぁ眠かごだったりとか、あと、単純に思うのが、このステミタックだからヘビーボンバーを撃ち落とすっていう技があんねんけど、威力50の命中100の岩技で、当てた相手を浮遊状態とか飛行状態から墜落させて、地面また当たるようにする。結構ね、使ってるとね、こう、もうアーマーガーに変えてくるやろみたいなシーンとかで、でもアーマーガー来ても何もできへんもんなみたいな感じのシーンが結構あったりして、そういう時に撃ち落とすがあったら便利なのかなって思いましたね。なので、ヘビーボンバー、ステミタックル、まあ、どっちか切って、あるいはもう両方切って、撃ち落とす自信にして、あともう一個星技なんか入れるとか、なんか、割とカスタマイズ性は高い、ポケモンなんじゃないかな。まあ、結構やっぱ物理多いからね、今の環境。そこに触ってる気はしましたけどね。あとごめん、あれだな。ゴーストのサニーゴによりは、ゴー早いわ。サニーゴが30でバンバドロ35やったわ。はい。今日の総括は以上です。じゃあ。